はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時半になろうとしていますね。5月は9日の木曜日でございます。今日はね、お客さんがお目になって、若い方がお二人、僕から見て若いですよ30代と40代、2時間半ぐらい談笑したんですけど、やっぱりね、やっぱり疲れますね、いつもと違うことをするとですね。やっぱり一人でこうベラベラ喋ってるのちょこって、相手がいるということはですね、一応これでもですね、相手に気遣うタイプでございます。そう、いつもやってないことをやるとですね、ああ、ちょっと疲れたや、今日は、という感じですね。あとはですね、なんかね、顎関節症ってね、こう、あーっと開けたらね、ここが痛くなる。これ、口腔外科ですかね。いや、よく、時々なるんですよ。で、しばらくすると治るんで、ほっとくんですけどね。なんかあっても、でもこれなんか一回ね、内科系の医者に聞いたらもうやりようがないというか、もう、こう、治るのも後しかないというですね、なんか特効薬あるわけでもないですからね。まあ、痛み止めを飲むぐらいしかないんでしょうけどね。まあ、痛み止めを飲むほどでもない。大きな口を開けなければいいんですよ。でもこんな時に限ってね、あくびが出てくるんですよ。だからあくびをですね、我慢しながらしてるという、はっはっはという感じですけど。さて、ですね、今日はね、寒い、外は寒そうなんですよ。千代田区13度で、この部屋は20度、21度かな。外は寒そうでございます。さて、行きましょう。時事.com に、これは昨日の20時05分にですね、出ていた記事で、こんなんございましてですね、国家公務員の利用率 5.73%、マイナ保険証、3月分厚労省という記事でして、なんかタイトルだけ読んでるとよう分からへんとかですけど、厚生労働省は8日、マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証に関し、国家公務員の3月分の利用率が 5.73% だったと明らかにした。同時期における全国民の利用率 5.47%、わずか 0.26 ポイント上回った。政府は現行の健康保険証を12月2日に廃止しって、まあ、ほんで半年先に迫ってますね。マイナ保険証に一体化、一本化する方針、しかし依然として利用が進んでいない実態が浮き彫りとなった。公表したのは国家公務員とその家族が加入する国家公務員、共済組合のマイナ保険証の利用率。府省別では最も高かった総務省でも 10.31% にとどまり、マイナ保険証を所管する厚労省は 6.49%、 最も低い防衛省は 3.54% だったと。ふーんって、つまり国家公務員もですね、めんどくさいからマイナ、じゃ保険証をマイナ保険証に変えていないということですね。ふーんという感じです。昨日ね、この別件でお医者さんに行ったんですけどもですね、マイナ保険証ですかとかで聞かれたような気がしましたね。薬局でも聞かれたような気がしたな。でもな、こう利用率がね、 5.何%だったら、まあ、圧倒的少数派ですよね。でも紙の保険証廃止したら僕の紙の保険証どうなるんですかね。いや、ようわからんけど、去年の今頃はですね、千葉方面のですね、お医者さん、でかい病院に3つぐらい行ってたんですけど、なんかね、どこや忘れましたけど、すごいのありましたよ。保険証のチェックはね、保険証をね、このなんかこの機械みたいなところにピッと置くだけなんです。それで自動的に読み取るんですよ。紙のですよ。紙の保険証をピッと読み取ってくれるんですよ。ほいでね、普通のね、その辺のクリニック行くと、月をまたぐとですね、また出してくださいって言われるでしょ。で、月またいだんですよ。月またいでまた行ったんですよ。ほんで、出してくれって言わないから、不安になってですね、いや、これ、月変わったんですけど、保険証いいんですかって、いや、大丈夫ですよ、とか言われて、へぇー、とか思って、いや、なんでそうなってんのかよう知りませんよ。なんでそうなってんのかよう知りませんけども、進んでる病院はそうなってんねん、ということですね。クソめんどくさい話で、マイナンバーカードってね、僕にとってはですね、大して意味ないんですよ。知り合いのね、そういうことに詳しい人は言ってましたけど、要はマイナンバーカードもらったら2万円分なんかいろいろもらえるんですって。
で、それがメリットやつってもらってましたけど、その人はそのなマイナーポイントはなんかもらってね、どうやって操作されるのか知らんし、わからへんし、イオンで使えんのそれ、ほんまに。イオンで使えるとかね、あの格安で使えるんやったらそれは欲しいし、あのあれなんていうの、あれに入れてくれる、あのこうカードに、僕のは何やから何やったかな、もうあの鉄道系の交通系のカードに入れてくれるんやったら、ね、それは喜んでもらえますよ。でもできたのかもしれんけど、まあ、たそのために役所行くのめんどくさいやん。そうでしょ、私にそれを教えてくれた人、確か時給5万円の人なんですよ。あんたでそれもらうためにまだ1時間かけてもらいに行ったんだ、あんた赤字やんかそれと。ちゃんと仕事をしてたら1時間5万円稼げるのにですね、マイナカードを作るのに2万円もらいに行くねんと言ってた。その間仕事せえという話ですよね、そういう人はね。僕は時給5万なんてことありませんから、で1時間かけてもらっても圧倒的にですね、その2万円の方がですね、高いと思いますけどね、時給にしたら。でももらえませんでした。あれももらえへんの。ほんまに。まあええねんけどね、まあええねんけど、もうもらわな、じゃあマイナカードで買えなこう、じゃあ、あれですか、この病院行けないということですかね、なんかよう分かる、で、紙の保険証も発行してもらえないんですかね、これ、確か1年に1回発行してもらえますよね、僕のどうなってんやろ、ちょっと見てみよう。もう僕の保険証をね、令和7年9月30日まで有効って。今、令和、って何年？今、6年ちょうだいっけ。令和、今、平成ちゃうわ、2024でしょ。2024ということは、6年ですね。来年までこれ有効やん。これ、12月に無効にするの？あ、廃止する。じゃあ、来年はもう発行してもらえへんということですかね。いややん、そんな。なんか嫌やん、そんな。ほんまに。河野太郎ちゃんが盛んになんかこれ、こう、やってましたね。普及、マイナンバーカードを普及させるんや、つって、ね、盛んにやってましたけど、あのキャンペーンもうなくなったんですかね。ようわからん。もうね、いらんねん。別に僕免許証あるし。だから ID、あれね、ID がない人がですね、いいみたいですね。顔写真があるんで。でもですね、私免許証あるん で昔はね、宅建証までだったんですよ。あれも写真入ってんねん。で一回区役所か何か行った時にね、戸籍か住民票かなんか取る時に ID で確認したいんで ID 出してくださいって。でまだ宅建票を持ったとこやったんで、嬉しくて、はいこれとか出したら、職員さんが何これみたいな感じでするんで、免許証もありますよって、免許証出してくださいって言って、でそれでニコッとしはった。あかんやん、宅建証通じひんやん。そうでしょ。まあ別に僕は免許証あるんで、そっちの方で代用しておきますけどね。思ったら別にいらんねん、はっきり言うて。何のためにあるのかよくわからん。ほんで、確定申告するときは、マイナンバー書きますよ。だってあれ、申告書に書かれたらあかんようになってるやん。手足書いてますけどね。いや、別に僕はいらんねんけどと、いつも思いながら、面倒くさと思いながら。だからマイナンバーはどっかにこう控えておいてですね、確定申告ぐらいですね、私がそれ使うの。あとなんかな、なんたら共済とかっていう時に変えたような気もしましたね。はい。まあ、ということでございましてですね、5時半を回りましたけども、関係ないか、時間は。はい。この時事.com のですね、国家公務員の利用率 5.7% という記事のですね、アドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。